こんにちは、牧秀樹です。このクラスはですね、言語意味論というクラスでしてね、言語学入門をですね取った学生の皆さんが対象となっています。言ってみれば中級言語学と、そんなように捉えていただければ、よろしいかと思います。このクラスはですね、ちょっとびっくりするかもしれませんが、主にですね、モンゴル語、について、扱っていきたいと思います。なかなか、日常生活ではですねモンゴル語に触れることはないかと思いますが、モンゴル語について知ることで、日本語についてよくわかると、そしてまた同時に世界の言語についてもよくわかると、そういう意味で、モンゴル語の調査をしたいと思います。このクラスの、材料ですねを、2つまず、お知らせしておきます。皆さんのところにはですねすでに、添付書類で送られていると思いますけれども、まず一つ目がですね、この論文です。ちょっと書きましょうか。このように、モンゴル語におけるですね、スクランブリングという移動現象と、属格主語と、こういった論文、これがですね、私と仲間が書いた論文でして、2016年ですね。この論文が一つです。もう一つ、これはですね、このような本がありますけれども、Essays on Mongolian Syntax。この本のですね、11章にある、このような論文ですね。Accusative このような論文ですね。現代内モンゴル語における対角主語の認可についてという論文ですね。これも私と仲間たちの、論文です。そしてですね、この論文に、2つありますけれども、皆さんにやっていただきたいことは、こういうことです。まずですね、このクラスの最初に登録した方がですねから、全て連絡、できる電子メール住所ですね、それをいただきます。でそのメール住所はですね、登録している人を全てに、全てと共有しても良いというそういうメール住所です。それを、教えていただきます。そして皆さんは、家でもいいし、可能な場所ですね、そのような場所で、この論文を少しずつ読んでいきます。で、クラスの最初にですねその登録者の方々がネット上で話し合っていただき、例えばですね、
この論文でしたら、何ページから何ページまでは、A さんが担当とかね、何ページから何ページまでは、B さんが担当と、そういう具合に、まあ、例えば1ページでも2ページでもそのように、まあ、決めていただいてね。そして、私が、電子メールで連絡しますのでね、何月何日に誰々さんがその部分の要約ですね、要約を、まあ、今回はまあ日本語にしましょうかね、日本語で、要約をまとめる、要約を私に提出すると。そして私が、全体に向けてですね、まあ、配布するという、そういう形にします。で、その時にですね、まあ、要約が、正しいかどうかも一応、まあ、私の方でお知らせしますのでね。でそのようなことをしながら、それぞれこう自分の部分を担当し、そして他の方々に知らせていくと、そういうやり方にしたいと思います。で、まあ一人がですね、まあ、1ページか2ページの担当、まあ、何回か繰り返しますけれども、それでまあよく理解できないことがあるかもしれませんので、ところどころで私が、まあ、また別の資料を作りまして、まあ、それの、解説という形で皆さんにお送りしますね。そういったことで、この論文2つの内容が、きちっと理解できるように、そういった具合に、このクラスを進めていきたいと思います。まあ、人生で初めてですね、まあ、モンゴル語に出くわすと思いますけれども、これを読み終えた後はですね、まあ、モンゴル語と日本語が全くの兄弟であると、そういうことに気づくかと思いますのでね、まあ、楽しみながら読んでいってください。というわけでして、このクラスは、言語意味論中級言語学です。では、頑張ってまいりましょう。